大人の男性がスウェットパンツを履くならもうねシンプルに今日持ってきたこれがいいんじゃないかなと思います。オクテットチャンネル、どうもこんにちは、オクテットメンズアクションチャンネルのムンです。はい、ということでね、今日のテーマはスウェットパンツでございます。割と履かない方も結構いらっしゃるのがこのスウェットパンツっていう分類だと思うんですけど、僕は特に休日めちゃくちゃ履きます。もうほとんどこれって言ってもいいぐらいスウェットパンツを選んじゃうんですよね。まあ、それぐらい僕スウェットパンツ好きなんですけど、ただね、やっぱりスウェットパンツに苦手意識持ってる方っていうのもいて、でその理由も理解できるんですよね。はい、どうしてもちょっとこうだらしないとかね、子供っぽいとか、やっぱりこう大人の男性の服装に求められるこの清潔感とか上品さみたいなところがスウェットパンツに出すのって結構しんどいって思ってる方ね多いと思います。実際そうですよね。すごくカジュアルなパンツだし、どっちかっていうとこうおしゃれアイテムっていうかは元々はもうほんとダルギみたいなアイテムなんで、あんまりこれで上品さを出すっていうのはそもそも論で言うと確かないかもしれないなっていうのもね十分理解できるんですけど、けどねスウェットパンツってすごいやっぱり楽だし、あとやっぱ今ってちょっとカジュアル化進んでて、ちょっとこうリラックスした感じとか若干スポーティーな要素を取り入れたりとか、やっぱそういう着こなしがすごくこう流れとして来てるし、実際僕もそういうスタイルで取り入れていただいたらすごいかっこいいなと思うので、今日はねそのあたりも含めて、じゃあいざパンツ選ぶならっていうところでちょっとねお話ししていけたらなと思います。ということで、まずねスウェットパンツを本当にこう選ぶ基準ですね、もうこの基準さえ守ってもらえれば絶対大丈夫かなと僕は思います。っていうのもやっぱり選ぶときには最初にお話ししたちょっと子供っぽいとかちょっとだらしないみたいなところを払拭できるような感じだといいんじゃないかなと思うわけですよね。でそれがねやっぱ大きくはデザインと、もうシルエット、まあ、パンツなんて何でもそうちゃそうなんですけど、もうほんとここに尽きるかなと思います。まずねデザインに関しては基本的にはやっぱシンプルなものを選んでいただきたいです。はい、今日持ってきてるものも全部そうなんですけど、若干ロゴとかねついてるものもあるんですが、それ以外はほとんどまあシンプルなアイテムになってます。でそれからシルエット、これもシンプルなんですけど、やっぱりこのシルエットは極力細身でテーパードの効いてるものが望ましいですね。はい、スキニーとかまで行き過ぎちゃうと人によってはっていう感じにちょっとなっちゃうと思いますし、あんまりこう体のラインが出過ぎなくて、そしてテーパードが効いてるものっていうのがやっぱり一番望ましいです。なんかこう変にねパンツがやっぱりこう太すぎたりとか裾が余りすぎてるものとかはストリートな雰囲気とかを出したい時はすごいそれはそれでかっこいいと思うんですけど、スウェットパンツなんですけどやっぱりちょっと履きやすく上品清潔みたいなところを出したい時なんかにはあんまり望ましくないかなと思うので、その辺もねぜひねある程度細身でテーパードの効いたものっていうのを選んでもらえるといいかなと思います。ということで紹介しましょうかね。まず早速なんですけど、1本目ということでタトラスのパンツですね。はい、ちょっと詳しくお見せしようかなと思います。個人的にねこれ僕は持ってるっていうか、まあ今年買ったんですけど、このスウェットパンツめっちゃおすすめですね。スウェットパンツといえどもいろんな形であるんですよ。例えばちょっとヘルノさんとか HIP さんみたいなちょっとシャカシャカ系のものもあったりしますし、それはそれで僕すごく好きです。で後ほど紹介するリプレイさんなんかはちょっと綺麗に見えるような形をした、でもすごく伸びるっていうスウェットタイプで、あとはこういうザって感じですよね。コットンのスウェットの裾がリブになってるジョガーパンツっていう形です。ここは好みがあるんですけれども、個人的にはやっぱりこの裾がリブになってるこのジョグのタイプっていうのは好きなんですよね。はい、なんかやっぱこうスポーティーな雰囲気がね一気にここで出てすごくかっこいいと思うので、これがねすごく好きです。はい、僕が本当にこのスウェットパンツ気に入ってるポイントいくつかあるんですけど、まあ、まずはデザイン、紐、ブロコードありますよね。はい、これもシンプルです。まあ、ちょっとこう金具みたいについてて高級感あるんですけど、すごくシンプル で、あとはデザインはここにちょっとロゴがあったり、あと裾、まあ後ろから見るとねこの辺ですね、アクセントがありますよね。はい、極端なねデザインっていうのは以上になります。はい、なのですごい使いやすいと思います。でもスウェットパンツね、本当に何もない無地は無地でちょっと寂しい気もするんですよ。まあここはねなんかこうどっちって感じなんですけど、なんかちょっと欲しいとかねあると思うんですけど、やっぱりそういう時にこのブランドさん、今回のタトラスっていうね、タトラスっていうやっぱこのブランドの持つ力っていうのはねやっぱりすごくて、
ここにちょっとこうロゴがあるだけで一気にやっぱり違うんですよね。パンツとしてはね、無地でも別に一緒っちゃ一緒かもしれないですけど、やっぱりこういうスポーティーなアイテムって個人的にはちょっとロゴがあったりとか、そういうのがするとやっぱりアクセントもありますし、雰囲気的にもねかっこいいと思うので、この辺の本当にちょっとっていう感じなんですけど、これがあるかないかで全然違うかなと思います。であとはシルエット、今僕は02サイズを着ています。なんで通常の M くらいだと思いますね。イタリアサイズでいうとこの46ぐらいの雰囲気なんですけど、すごいねちょうどいいんですよね。こんな感じで、まあ、割と細身なんですけど、細すぎない感じですよね。ピッタピタってほどでもなく、はい、僕結構お尻ある方なんですけど、お尻も結構いい感じに包んでくれます。もっとピタってなっちゃうものも結構いっぱいあるんですけど、で渡りもそこそこやって、で裾にかけてテーパード効いてるっていう感じです。僕の身長で入って、まあ、ちょっとくぶだけぐらいの感じなので、割とね短すぎず長すぎずっていう感じじゃないかなと思います。はい、すごく使いやすいと思いますね。生地は綿系のね、本当にコットン系のベースなんですけど、裏もね肝になってないんですよ。ここ結構大事だと思います。なってるものが悪っていうわけじゃないんですけど、なってるものはなってるものですごく温かいしいいと思うんですけど、僕はどっちかっていうとやっぱり肝じゃなくてこのパイル系のものの方がオールシーズン使えるので、そこも含めてやっぱり使う頻度っていうのは断然パイルの方が多いです。はい、そこも含めて春先もね全然着れると思いますから、その辺も含めてめっちゃ使いやすい一本じゃないかなと思います。でこのねパンツです。はい、基本的にどんなものでも合うんですけど、まあ、本当に楽したい時は僕みたいなこういう、まあ、ロゴニットでシンプルに合わせたりとか、はたまたねそういうことムンギュの着こなし方でもやったと思うんですけど、セットアップとかでもいいと思います。もしくはもうちょっと大人っぽいっていう時にはライダースだったりとかダウンベストだったりとか、ちょっと緩い感じでカーディガン羽織ったりとか、いろんな着こなし方ができるんですけど、大抵のもの合うので、その辺はねぜひご心配なさらずにっていう感じで履いてもらって、すごくねかっこいい一本じゃないかなと思います。ということでね、最初はこのタトラスのパンツがいいかなと思います。はい、2本目はリプレイさんのセットパンツですね。このパンツはまたさっきのタトラスとは全然違う形をしています。さっきのは、まあ、いわゆるスウェットのジョガーパンツっていう感じだったと思うんですけど、こっちはね逆にスウェット生地の割とこうシンプルな、いわゆるこうコットンパンツとかそういうパンツに近い形をしています。ここは変わらずって感じで、ドローコードの紐がついてるタイプでベルトとかするわけではなくて、ウエストはこんな感じで楽に締めれますね。はい、でここもやっぱちょっと違いますね。ちょっとこうプリーツがあるっていうね感じで、ワンプリーツアウトなんですけど、すごいうっすらあるので変にこうボカってこの腰回りがこう広がることもなくっていう感じなんですけど、ディティール的にあります。はい、でポケットの仕様とかもまあすごくシンプルなんですけど、あとはやっぱり生地ですね。はい、なんならこれ多分ドア越しだと割とこのなんか進化系パンツみたいな見え方してるかもわかんないですけど、それ以上にね伸びます。はい、生地は確かこうレヨンとかそっちなタイプの、まあ、いわゆる化繊ベースだったと思うんですけど、めっちゃ伸びますねこれ。はい、キックバックも結構しっかりしてます。なんでまあすごい楽ですよね。でここ結構ポイントですね。裾、これリブになってないです。ちなみにこれ実は僕今折ってるんですよ。折って中に入れ込んでる感じで結構長いので、まあ、ほとんどの人が多分切る前提になると思います。逆にちょっとね背が高くてスウェットパンツが普段こう短すぎるっていう方にはすごくおすすめしたいです。おそらくこれなら大丈夫じゃないかなと思います。僕でも多分だいぶ折ってるので、もう基本的に多分切る前提になる、そんな形のパンツになってます。はい、このパンツに関してはさっきのねジョガーパンツみたいにパッと見スウェット感っていうのがそこまでないパンツじゃないかなと思います。なのでスウェットすぎずに楽にスウェットのようなパンツ選欲しいみたいな、そんな方に一番おすすめしたいですね。なんでこのパンツに関してはすごく楽なんですけど、もう合わせは本当にシンプルに、今日みたいにこういうブルゾンとかでもいいですし、ニットブルゾン、ザラの京都とかを着てるような、そんなスタイルとかもいいと思いますし、スタイルによってはジャケットとかも、まあ僕は全然ありじゃないかと思います。あまりね、この紐がついてるタイプにシャツをインするとかは、個人的にはあまり好きじゃないので、多分それはやらないと思うんですけど、まあニットだったりカットソーとかの上からジャケットみたいなスタイルとかであれば、全然ね、ハマると思いますし、まあそういう使い方もいいと思います。なのでね、これも形はすごく綺麗なので、すごい履きやすいスウェットなんですけど、いい意味でね、スウェットっぽく見えすぎないっていうのが、これのポイントじゃないかなと思うので、まあ、ぜひね、ちょっとこう、スウェットみたいに楽なパンツ探してるんですけど、スウェット見えしすぎたくないっていう方には、めっちゃおすすめしたいなと。そんな一本だと思います。ちょっとややこしいですけどね。はい。で、タトラスの方は、
がっつりとね、もうこれぞっていう一本なので、まあ、こっちも押さえてほしいなとは思います。はい、それからね、このパンツなんですけど、セットでこうパーカーもございますし、それからカラーバリエーションですね。今僕が履いてるのはグレー、そして他に黒、あとカーキ、オリーブっぽい色ですね。はい、この3色ございます。どれも使いやすいと思うんですけど、個人的にはね、割とカーキとかね、あえてでおすすめかなとは思います。はい、グレーも結構いい色だなと思います。タタさんの方はまあ黒一色って感じなんですけど、もう本当にあれはこれぞっていうねパンツなので、そっちはそっちでっていう感じですね。はいはい、というわけでね、今日はこんな感じで、大人男性がね履くならっていうセットパンツ、今期のおすすめをご紹介しました。ただね、実はって感じなんですけど、もう一本ね本当はおすすめがあります。ちょっとまだね届いてないんですけど、ブリリアさんの方から実は仕込んでまして、今日お見せしたパンツよりも同じぐらい楽なんですけど、もうちょっと綺麗見えするっていうね、そんなパンツをご用意してますので、それはまた後ほどご紹介しようかなと思います。いずれにしてもね、セットパンツってアイテムはちょっと敬遠してる男性もねすごい多いと思うんですけど、うまくね合わせてもらうとすごいリラックスしてかっこいいので、ぜひね今日ご紹介した2つのアイテムは僕のおすすめなので、気になった方は見てほしいなと思います。ということでね、こんな感じで僕たちのチャンネルは毎日8時に動画を更新してます。ぜひねチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。いいねだったりとか通知音もしてくれるとなお嬉しいです。そしてコメントをねぜひください、お願いします。ということで、見ました、バイバイ。